これぐらい絞ってるんですか？あ、ほんまに。あ、ほんまや、入れへん。普通は、僕よう聞くのは、なんか大きいシャワーが効率ええねんってよく聞くけど。あのね、はい、人それぞれの考え方があってね、はい、ただ僕はいろんなサイズ実践してるから、多分間違いないと思うんですけど。ああ、そりゃそうですね。あの、まず絞ると、トルクは出ますよね、皆さんおっしゃるように。絞ると、はあ、トルクが出る。エンジントルクが上がって、上が回らへん。それは正解なんです。はい。であとよくあの太いマフラーつけると抜けが良くなる、はい、抜けは確かにいいんやけども、はい、いいけど、あのエンジンは全然スカスカのエンジンになっちゃうんですよ。ああ、スカスカに。それは何でかというと、はい、これって自然吸気のターボとかついてないんで、自然にキャブから、あ、そうです自然に、はい、吸って、ピストン上下運動によって空気を燃料を吸って吐くっていう、はい、吐く、その NA エンジンなんで、このキャブとマフラーのバランスを考えたらないと、はい、あのただ単にビッグキャブつけたら速くなる、抜けのいいマフラーをつけたら速くなるじゃないんです。僕はそう思ってた昔から。今も遅くなっちゃう。あ、違うんですか。これ細いね。僕の小指入れへんわ。はい、だからこんだけ出力を上げ、エンジン出力を上げたら、本当やったらもっと大きいキャブをつけたくなるんですけど。はいはい。僕は26倍をつけてるんですけど、十分なんですか、それ。あ、十分。はい、ほんなら、ど素人になればなるほど、まあ、僕なんかはげてど素人やから、大きいキャブつけた方が、うん、早いやろ。竹川さんも28パイを推奨してるんですけど、それでも全然走んないんですよ。あ、竹川が推奨してる28よりも小さく。26パイですね。ああ、26パイに、はい。あ、それがベスト。ああ、そういうことというのはもう昔から知ってはったんですか？そういう、いや、それは経験して、経験で、あ、経験して、サイクルのね、はい、バイクも散々触ったし、はい、あのすごいその水の抵抗のあるボートのエンジンも触って、え、ボートのエンジン。あ、経験で、はい、これがベストっていうのを、失敗もだいぶしましたけど。あ、そりゃそうでしょうね。はい、もう実験実験のあれですね。そうです。さっきから爆発で、ただのバフルなんですけど、形がちょっとなんか花形、はい、自作なんですけど、これももう30回ぐらいいろんな形に変えたりとかしてやり直して。ああ、そうですか。何遍もやり直して。何回もやってます。もう30回で効かないでしょ。え、30回で効かない、はい、これだけで、はあ、いやほな、このバッフルもこれぐらいあるんですか？あ、そんな長いんですか？はあ、はあ、そうか。普通はね、ただ単に板を、丸い円柱の板を、はい、2枚開いてるだけなんですけど、はい、開いてるだけ。これは円柱の板を2枚にして間に筒を入れて、はあ、筒でこう長く延長してる、はい、こっち側は、はい、そのキャブのハンデルみたいにテーパーは、はい、テーパー角度をこう調整しながら削ったり持ったり、え、削ったりしたの？削りすぎたなと思ったらまた溶接して持って、でまた削り込んでいっての繰り返しです。なんかこのマフラーのこの辺だけでも何ヶ月もかかるそうですね。何年もかかる。え、何年もかかるんですか？マフラー自体でも何年、このね、この中の小音のとこも触ってますね。あ、小音のとこ、はい、何年もかかってますね。はあ、わ、難しいな。それってなんかメーカーの人がなんかどっか研究所にこもってね。あ、それと一緒です。それと一緒。だから純正マフラーっていうのはすごい考えて作られてるから。あ、そうですか。はい、それと一緒なんですね。すごいな。試行錯誤して作ってるんですけど、はい、あ、そうですか。だ、うん、からその例えば大きいキャブ、はい、これは26パイですけど、はい、26パイ、そのバルブありますよね。はい、エンジンのバルブ、はい、普通 の、 あのヘッドだけ、あのレギュラーヘッドでちょっと外品のやつに変えられてるやつはだいたい26パイかな、ええ、
のシングルのバルブなんですけどね、太さが26パイ、はい、で26パイのバルブに対して、例えば28パイのキャブとか26パイのキャブつけちゃうと、はい、同じ径よりもさらに大きいキャブになりますよね。なります。それがダメなんですよ、まず。ああ、そうなんですか。実際やってみたらダメいうことだよね。でこれは4バルブなんでね、チョキガードのバルブが2本あるんですよ。はあ、はあ、ワンカムで4バルブなんですよ、これ。普通は何バルブ？2バルブ。あ、2バルブ、あ、倍やね、ほんなら、はい、4バルブ。はい。それからこの2つ合わせたらもう4センチぐらいの大きさになるんですかね。わ、でかっ。はあ、はあ。4センチにならへんか。30何ミリなのかな。はあ、はあ、はあ。それに対してこれが20、ポートが 29.5。 はあ。でここがさらに絞ってあれて26。あ、絞ってやる。なんでかというと、はい、普通こうテーパー型にしてエンジンの燃焼室に入るのがテーパー型の方が効率がええやろと思うんですけど、はいはい、キャブレターっていうのは空気と燃料を合わせるとこですね。合わせて混合させる、はい、そこが一番細い方が流速が上がるんです、はい。あ、細い方が流速度の流れが速くなる。吸気流速を上げるため、細くして流速を上げると、より霧みたいな状態、ミストの状態の燃料をここで作ってあげて、それをこっちに叩き込む。はあ、ミストを送ってやる。なるほど。燃焼をね、はい、綺麗な混合、ね、燃料をヘッドの中に送ってやるために、はい、わざとキャブは絞ってやるんです。泡だと。ああ、そうか、それは。水道のホースでもこう、ブーッと出すよりも、ちょっと絞った方が早いでしょ。あ、もちろん、早いですね。あ、そうか、理屈でしたよね。はい、それが逆にまたこっち側もそうなんですよ。マフラー側も。はい。あ、マフラー側も理屈的にはそうなんですか。はい、絞りすぎたらダメですよ。ああ、はい。調整が。状態にその試行錯誤して、設定してるんです。これな、すごいな。これ材質って何ですか、マフラー。このピカピカしてるマフラーはステンで、あ、ステンです。はい、バッフルはアルミですね、削りやすいように。ああ、そうか。え、これって自分で削るんですか。あ、自分でリューターで。え、どんな機械使って。ペン型のそのドリルが先っちょついてるリューター。ああ、見たことある。工作なんか使うな。はい、はい。え、そうなんで削りますの。そうです。ものすごい時間がかかりますね。もう試行錯誤です。1ミリ削ろうと思ったらだいぶかかるんでしょ。だいぶかかりますね。うわー、なんか途中で嫌になったりはしません。まあね、もうパワーだけ求めてるバイクなんで。あ、そうか、目的が、最終目的があるから、はい、もう根気の世界ですね。そうです。ひえー、マフラーってすごい大事なんですよね。キャブレター以上にマフラーって大事なんです。え、キャブよりマフラーの方が大事なんですか。はい、でここをたくさん燃料、はい、ターボとかやったら燃料ぶち込み、ぶち込むほど出力上がりますよね。はい、ああ、そうか、だからターボ早いね。自然吸気っていうのはそういうわけに、はい、ピストンの上下運動でしか入れられへんから、はい、そんだけ出力上げられへんのですけど、はい、マフラーってね、はい、要はこう出口出す方、出口、排気ポートからこうビューッと後ろに、排ガスを逃がすわけなんですけど、そこも流速がありますよね。はい、あります。それを流速上げれたら、はい、さらにこっちも引っ張られて、ああ、そうか、連動するのに引っ張られることは、はい、ははは。で、それをその促してるのが、カムなんですよね。え、それを促してるのがカム。はい、それが役割を決めてるんですよ。ハイカムとか言いますよね。はい、聞いたことあります。ハイカムに変えたとか、なんか聞いたことあります。で、ハイカムっていうのは昔で言うたらハイリフトカムなんですよ、正確に言うたら。ハイリフト、リフト、ハイリフトカム、ゴムスリみたいになってますよね、カムって。はい、なってます。はい、バルブをこう押したり縮めたりするんですけども、はい、そこのリフトが高い。昔はね、ハイリフトカムやったんですよ。ああ、呼び名がハイリフトカム。はい、はい、はあ、はあ。今は最近はそのもう言うたらこんなおむすび型やったのがだんだん楕円になっているんですよ。あ、楕円に。はい。でこれはハイオーバーラップカムって言うんですよ、正確に言うと。そんな名前あるんですか。はい、すごいな。そのハイオーバーラップって言ってバルブとね、バルブってこう、はい、こうですね。あ、交互にこう蓋が開くんですよね。はい。